2023年3月、おかえりと迎えてくれているような太陽の中、4年ぶりにホノルルフェスティバルが開催されました。ナビゲーターのチカピンです。世界中の人たちから愛される南国リゾートハワイで毎年3月に開催されるこの一大イベント、世界の皆様には日本の文化に触れられる、日本の皆様にはハワイの国際色豊かな多民族社会に接することができる、ハワイにおける最大の異文化交流イベントホノルルフェスティバル。今年のサブテーマはアロハでつなぐ新しい未来へ。4年ぶりの思いを込めて待ちに待ったイベントの幕開けです。日本全国、また世界各地から集まったたくさんの方々がホノルルの各所でフェスティバルを盛り上げてくださいました。第27回ホノルルフェスティバルのオフィシャルアンバサダーには島谷ひとみさんにご就任いただき、ミニライブも開催。その様々なタイプの楽曲を歌いこなす歌唱力と透明感の高い歌声が世界中から集まる来場者の気持ちを一つにします。また今年からスマートフォンを使って QR コードでフェスティバルの詳細をチェックしていただくなど、イベント全体のペーパーレス化に取り組んだり、食べられるカトラリーの使用などもあったり、さらに子どもたちを迎えてアラワイ運河の水質改善を行ったり、ホノルルフェスティバルはより良い未来をみんなで創造する地球に優しいフェスティバルへ進化しました。今年は第1回酒&フードフェストも開催され、日本の誇れる食文化の一つ酒について学びながら楽しむ、そんな光景も見られました。会場は多くの人が詰めかけてくださり、日本の酒文化をたくさんの人に楽しんでいただけた様子でした。もちろんクラフトフェアや縁日などホノフェスならではのブースもずらり。縁日コーナーではたくさんの笑顔や笑い声があふれ、家族みんなでフェスティバルを満喫している姿が本当に多く見られましたね。日本映画祭も開催されていて、なかなか見ることのできない日本映画を楽しみに来てくださる方も多くいらっしゃいました。エブリーやコービットウィプルンと頑張ってエブリタイムカムフェスティバル、We looking forward this free movie and bring the nice movie for us, so we enjoy. Yeah. That was good. I liked it. I enjoyed it very much. We love this event. We've been coming since the kids were young, in fact, since my grandma was still alive. So it's one of our favorite events. 皆さんご存知でしたでしょうか。ホノルルフェスティバルはハワイの子どもたちの教育・文化交流の場としても活躍しているんです。今年も地元の学校から約300名の生徒が参加。小学生から高校生までのハワイに暮らす子どもたちが、さまざまな参加団体の皆さんのレクチャーを目の前で受けることができる特別な時間です。みんな目を輝かせていろいろな体験をしていました。フェスティバルを彩るのは各所に設置されたステージで繰り広げられるたくさんのパフォーマンス。太鼓や民族舞踊、フラなどの個性豊かなパフォーマンスがハワイコンベンションセンターをはじめ、アラモアナセンターのセンターステージ、ワイキキビーチウォークの特設ステージで繰り広げられ、道行く人たちを楽しませてくれます。日本からまた世界の各地から参加してくださった皆様、本当にありがとうございました。パフォーマーからは情熱とパワーがあふれていて、世界中からやってきた観客の目を楽しませていました。今年はダンスサミットと題して行われたアロハダンスコンベンションも盛り上がりました。オープニングアクトにはバンザイジャパンが華やかにパフォーマンスを披露。その後に続くダンスグループの熱気もすごかった。今年はここハワイで結成されたアイドルグループクロッシングレインの皆さんも出演してくださり、
多くの来場者が足を止めて見入っていましたね。かっこよかった。クロッシングレインの皆さん、参加されていかがでしたか？このホノルルフェスティバルは初めてです。他に日本の文化が詰まったこのフェスティバルとか、今までで初めてなので、本当にここでパフォーマンスするのが本当に、楽しかったです。他にこれからもまたいろんな、日本の祭りとかいろんなところで、パフォーマンスするので、楽しみにしてください。バイ。今年のホノルルフェスティバルでは、この方の長年にわたる貢献に敬意を込めて表彰が行われました。ラリー大村さん、ハワイで唯一日本の神輿を組むことができる大村さん。日本と関係の深いハワイでは神輿が登場するお祭りもたくさんあり、その度にご活躍されてきました。フェスティバルはラリーさんをはじめたくさんの方々に支えられて初めて成り立つイベントです。今年もたくさんのボランティアさんの活躍がありました。中でもボランティアツーリズムというプロジェクトを通して日本から来てくれた83名の学生の皆さんには、会場の重要なポジションに就いたり、慣れない英語でお客様を誘導したりと切磋琢磨してくださり、イベントがスムーズに進行でき本当に心強かったです。お疲れ様でした。参加団体の皆さんと共に時間を過ごした前夜祭のパーティーもとっても賑わっていましたよ。ホノルルフェスティバルが長年開催できるのも参加者の皆様の熱意あってこそ。ご参加本当にありがとうございます。理事長にお話をお伺いしました。皆様アローハ。ホノルルフェスティバル財団理事長の久保です。2023年3月、ホノルルフェスティバルが開催されました。4年ぶりの開催となり、多くの皆さんのご支援のもと待望の復活を遂げることができました。日本、北米、オセアニアなど環太平洋各地からご参加いただいた皆様、改めてお礼申し上げます。コロナ後の回復半ばであっても、日本からは1000名を超える多くの皆様にご参加をいただきました。誠にありがとうございます。2023年のテーマはアロハでつなぐ新しい未来へとしました。ホノルルフェスティバル財団では、文化交流や気づきの機会を通して力強くサステナブルな未来の創造に貢献したいと考えています。日本からご参加の皆様と地元ハワイや環太平洋各国の皆様が、日本文化の発信やパフォーマンスを通じた双方向の交流、またはフェスティバル開催に欠かせないボランティア活動への参加を通して、ここハワイで共につながり相互理解を深めることにより、双方の明るい未来の創造へ貢献できると信じています。2023年の観客動員数は15万人を超え、前回2019年の実績を上回り、より大きなつながりを持って新たな未来を切り開く一歩が踏み出されました。次回第28回ホノルルフェスティバルは2024年3月8日から10日の3日間行われます。ハワイ地元の方々はすでに皆様との交流を心待ちにしております。双方の未来創造へ向け、皆様来年3月はぜひホノルルフェスティバルへお越しください。ここハワイで皆様とお会いし交流できることを今から楽しみにお待ちしております。それではその時まで皆様、マハロ&アローハ。カラカウア大通りにやってきました。お祭りもいよいよ終盤です。 PR 大使のサーシャさんです。アローハー。アローハー。はい、PR 大使としてより多くの皆さんにこのホノルルフェスティバルの熱気をお届けしたいと思って駆け回ってます。ねえ、このイベントの最中ずっとあちこちでライブストリーミングをしたり出席したりとお忙しでしたもんね。はい、でももう本当にこのフェスティバル楽しくて全然疲れるとかがないんですよ。なのでね、これからもこのまま続けてこのホノルルフェスティバルの熱気をね、皆さんに華やかさを見てもらいたいので、どん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 お伝えできるように頑張っていきます。ね、この時間もですね、カラカワ大通りにどん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 人が集まってきましたけれど、今から何が行われるんでしたっけ？パレードが行われます。イエーイ。そうなんですね、パレードでいろんな団体の方とかチームとかパワフルなパフォーマンスが見ることができます。
今年のパフォーマンスどんなのが見られるんでしょうね。楽しみですね。楽しみです。ちょっと私もじっくり見させていただきます。この日のために磨きをかけたダンスや技、鮮やかな衣装や大きな山車など、さまざまなパフォーマンスを一目見ようと沿道に集まったたくさんの観客たち。大通りの中でもモアナサーフライダーホテル前には来賓席も設けられ、パフォーマーたちも立ち止まってパフォーマンスしたり挨拶をする風景も見られました。カラカウア大通りを貸し切ってさまざまなパフォーマーが練り歩く姿は華々しく見応え抜群です。今年は4年ぶりにこのために来てくださった観客の方々も多くおられました。Luckily, we were here one March and just happened to be here and find it. And then this year, before we came, I saw it online. Yeah. On the Honolulu tourist site. We were quite excited when we saw it was on while we were here. 大鳥を飾った大蛇山は圧巻でしたね。ここがハワイと忘れてしまうほどの大迫力でした。ホノルルフェスティバルの締めくくりといえば長岡花火。観光客の皆さんも目の前で見ようとたくさんスタンバイしてますね。フェスティバルのフィナーレがいよいよ近づいています。たくさんのイベントやパフォーマンスを終え、まだまだ熱気の残るハワイの夜を美しく彩る長岡花火。ワイキキビーチは人で埋め尽くされ、海に浮かぶ壮大な光の演出に皆さん見入っていました。本当にあっという間の3日間お疲れ様でした。ホノルルフェスティバル2023いかがでしたか？今年もたくさんの素晴らしいステージや交流イベントが行われ、多くの参加者スタッフに支えられ無事にフェスティバルを終えることができました。次回のホノルルフェスティバルもさらにパワーアップして皆様にお楽しみいただけたらと思います。ここハワイでまた皆様にお会いできることを楽しみにしています。 See you next time! マハロー!